なぜ今回挑戦しようと思ったんですか？この家は物が多くて、かつ猫ちゃんの毛まみれで汚ねえから綺麗にしてやろうと思ったんだよね。なるほど、今回かなりコースが難しいみたいですが、そんなのお茶の子ちゃいちゃいだよね。それでは本日のコースを見ていきましょう。スタートしてすぐにソファーの裏側、しかもかりんちゃんとちゃいちゃんの円型のベッドがあります。そして反対側にはかりんちゃんちゃいちゃんのご飯を食べるスペースや水を飲むスペースがあります。そしてその横には計量の爪研ぎ。さあぐるっと回って反対側、ここからはキッチンゾーン。ガスコンロ付近の床は油でベトベトしてます。油まで綺麗に取るのは難しいと思うので、あらかじめアルカリイオン水をかけておきました。さあ右横には4リットルのウイスキーやちょっとごちゃごちゃしたものが並んでおります。さあ続いて今大活躍しておりますネアカサさんの自動トイレ、その前に大量の猫砂を用意しておきました。そしてホットカーペットの段差の先にはミケネコちゃんがいます。ロボット掃除機はそのまま吸ってしまうのでしょうか。さあそしてこの字型の小さいテーブル、ここの隙間をうまくくぐり抜けることができるのでしょうか。さあ難所が続いた後はこちら、めちゃくちゃ軽いアクリルスタンド、これを倒さず避けて掃除することができるのでしょうか。そして次は窓際、ちょっとした段があるのでこれも難しそう。そして最後にテーブルがあって、これでフィニッシュ。こんなコースとなっております。まもなくスタートとなりますが、今のお気持ちは？もう床ごとひねり上げたいと思うよね。こんなのお茶の子ちゃいちゃい。ありがとうございます、余裕のようです。それではカメラをつけさせていただきましょう。それでは会場の人たちにもインタビューしてみましょう。今日はどうなると思いますか？最近のロボット掃除機はすごいからね、期待しているよ。そして今回障害物役ですが、いかがですか？チャイのお洋服だけ吸い込まれるんじゃないかなと思ってドキドキしてる。なるほど。さあそれでは一体どのような結果になるのでしょうか。ネアカさんの N3 のパフォーマンスはいかに。それでは早速行ってまいりましょう。スタート。さあ自動ゴミ収集ボックス充電ステーションから飛び出した。まずはマッピングで全体を確認しております。アプリ上で掃除する部屋の洗濯や侵入禁止エリアなどの設定もできます。さあソファーの足をチュン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 やっております。リプレイです。ブラシを器用に使っております。それでは次にこのカニちゃんちゃんちゃんのソファーに一旦タッチして、そのままキッチンの方に向かってきました。さあここからは油がちょっと多めのキッチンの方に一直線で行っております。まっすぐ進んでるんです。お、一旦右が気になってるのか。あ、掃除機じゃない、冷蔵庫の下を、冷蔵庫の下をチュン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 と、あの丸いやつ、大変失礼いたしました。それでは気を取り直していきましょう。キッチンのところは本当油汚れがすごいので水拭きできるのは本当にありがたい。本体の後ろについてる水タンクを出してマックス 300ml の水を入れます。そしてモップを準備して本体に取り付けるという仕組みでございます。皆さん見てください、床が濡れてるのがわかるでしょうか。しっかりと水拭きをしてくれております。ありがとう。さあお待ちかね、猫砂ゾーンでございます。一気に吸っちゃうのでしょうか。おっと止まった。まだ猫砂を吸うという心の準備ができてないのでしょうか。まずはお部屋の周りから攻めているんだと思います。上手にソファーの下を掃除しております。さあ今回障害物として登場していただきましたチャイちゃんが動き出しました。まさかロボット掃除機にそのまま突っ込んでいくのでしょうか。周りを見渡しております。おっとどうした。おっとどっか行った。おっとその次に2センチの高さのあるカーペットを登った。リプレイです。高さ2センチまでの段差に対応、厚手のカーペットもしっかりお掃除してくれます。さあアクリルスタンドエリアだ。アクリルスタンドの周りの掃除は一体どんなパフォーマンスを見せてくるのでしょうか。さあ来た、ご対面だ。おっと一旦奥に逃げた。おっと後ろから来たぞ。おっと一体どんな動きを。おっとカリンちゃんに当たってます。そのまま突っ込んでいくのか。おっと微妙に、周りを回転させて回転ダンスをしてまるでダンスをしてるようだ。こんなに軽いアクリルスタンドですが物体として認識してるようです。さあ続いては窓際エリア。段差と壁のコラボレーション、一体どうやって攻略していくのでしょうか。ガクガクと言いながら方向転換。おっと段差をうまく使いながらそのまままっすぐ行った。さあ次は加湿器の障害物だ。またガツガツ言わせながら攻略していくのでしょうか。おっとぶつからずに回避してった。リプレイです。高精度センサーを追加により優れた障害物回避機能が搭載されております。すごいぞネアカさんのも N3 ロボット掃除機。さあ来ました、皆様お待ちかね、猫砂エリアでございます。さあ4000パスカルの供給引力見せておくれ。おっといった。行く時は躊躇なく勢いよく行った。リプレイです。4000パスカルの供給引力で一度の通過で 90% 以上は吸引できたのではないでしょうか。さあ来ました、この字型のテーブル、この下は通過することができ。おーっと、カメラが当たってる。
私すっかり忘れておりました。さあ気を取り直してもう一度行ってまいりましょう。おーっと余裕だ。そうなんです、高さは約 10.5 センチの薄型、ソファーやベッドの下も掃除できちゃうんです。さあ掃除が完了いたしました。自分で充電ステーションに戻っております。なんとこのロボット掃除機はすごい安いのに、この充電ステーションに自動でゴミを収集することができます。それではゴミ収集の音を聞いてください。どうぞ。いかがでしょうか皆さん、お掃除の時はめっちゃ静かなのにゴミ収集の時は爆音でございます。その時のかりんちゃんの様子はこちら、現実逃避しております。ゴミ収集ボックスの中見ていきましょう。密閉型の紙パックを採用しているので手もよこさず埃も舞い散らないで捨てることができます。今じゃ当たり前かもしれませんが、低価格でこれを実現したのがすごい。さあお掃除のクオリティはどうなのでしょうか。それでは早速見ていきましょう。まずは猫砂ゾーン。猫砂をほとんど吸っておりますが、ちょっとだけ残ってるようでございます。まあいいでしょう。続いてアクスタゾーン。チャイちゃんだけひっくり返っておりますが、倒さず床はきれいに掃除できております。カニちゃんは一体どのような気持ちなのでしょうか。チャイちゃんだけ裏返っててウケる。さあそれではキッチンゾーンに行ってまいりましょう。かなり綺麗そうでございます。油汚れはどうでしょうか。おお、油感を感じません。想像以上でびっくりです。ほんと水拭きすげえな。私今録音しながら興奮しております。若干ゴミが吸えてないところはありますが、このピカピカクオリティを自動的にやってくれてることを考えるとグッドじゃないですか。しかも低価格すごい。それでは最後に一言いただきましょう。本日の挑戦素晴らしかったです。挑戦してみてどうでしたか。寝てますね。ネアカサノモ N3 ありがとうございます。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。ネアカサノモ N3 ロボット掃除機、正直に言うともっとクオリティの高いロボット掃除機が世の中にたくさんあります。後で公式サイトを見ていただくと分かりますけれども、この低価格でこのクオリティはマジですごいと思います。使ってみると分かるんですが、思った以上に丁寧に掃除してくれます。ネアカサさんのプログラミングの人がかなり愛情を込めてプログラミングしてるのではないでしょうか。ロボット掃除機にすることによって掃除を自動化することができるので、その余った時間で猫ちゃんいっぱい触っちゃいましょう。それではこのエンディングソング終了後に、これちょっと微妙だなっていうところを紹介いたします。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは微妙なところをですね1個紹介したいと思います。水拭き機能めっちゃいいんですが、使う時の水のタンクとモップを交換するときはこのように少しスタートして止めて交換や補充する必要があります。特別何か交換するモードってのはないってところですね。最初ちょっと違和感感じたんですけれども、慣れてしまうと何の問題もありません。その点を差し引いてもこの商品はグッドだと思いました。はい、それでは以上でございます。皆さんありがとうございました。